皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、ちょっとのもりくんから、前々からこれをやってほしいっていう企画がありまして、世の中アゼライン酸が今話題になってるそうで、どういうことですか？ちょっと前話したと思うんですけど、アヌア使ったお酢でバハさんとか、アゼライン酸の商品をいいって言ってる、クリエイターさんたちはクソだみたいなことも言われていて、アゼライン酸としての製品としての意味がない、なるほどなるほどことが言われておりまして、なるほどね、そんなわけあるのかっていうのもありつつ、先生にこの論争に終止符を打つ。終止符？私が終止符打つの？あら、そう。ぶっちゃけ私もこれ1ヶ月くらい前だっけ言われたんですよ。先生、この2つの商品意味ないんですかって言われた時にちょっと意味がわからなくて、なぜかというと、私は確かにアゼライン酸っていうものはクリニックでも扱ったりするんですね。結構ロートさんが研究をしていて、なので以前もよく紹介してたと思うんですけど、これうちのクリニックで扱っているアゼライン酸のクリームです。以前動画でも説明したと思うんですが、これクリニックでじゃないと買えなかったものが通信販売で一応問診とかも必要になってくるんですが、買えるようになったよって言って、前多分動画でも紹介したのが、このダーマセプト RX の AZA セラムっていう、セラムって言っても結局美容クリームで、私の中ではこれ一緒なんじゃないか説を唱えてるんですけれども、これはクリニック専売、こっちはっていうことで、アゼライン酸っていうものが今ね、いろんなところで買えるっていうところがあるんですけど、私は正直これしか使ったことがなかったんですよ。なのでのもりくんから、そのアヌアとなんとかババババは私ねコスデバハ、コスデバハさんっていうものをどうですかって言われた時に、私は使ったことがなかったので、どういうことかなと思って、近くのドラッグストアに行って、一応どういうことかって言って見てみようと思って、発端になるであろう動画も拝見させてもらいました。ざっくり言うと、アゼライン酸っていうのはすごい溶かしにくい成分なんですね。お水に溶けない成分だから、やっぱ高濃度入れようとすると、やっぱりその油分に入れなきゃいけないっていうところもあるので、何パーセント入ってますかっていうことをロートさんに聞いた時にやっぱ教えてくれなかったんですけども、クリニック1000倍も出してるってことを考えて、ある程度の効能は入ってるだろうなとは思っていました。それに比べて、じゃあこのアヌアだったりとかは、見ての通りお水なんですよね。それでこれアヌア一応15って書いてあるから、一応アゼライン酸 15% 入ってるっていう風には書いてあるんですよ。確かに言われてみれば 15% って結構高濃度なので、それがこの化粧水にみたいなシャバシャバしたものに入ってるかって言われたら、それはおかしいなっていうのはあるんですね。どっちを使いますかって言われたら、私自身は使ったことがあるのがこっちなので、じゃあだからといってこのアヌアさんだったり、そのコスデバハさんのものがダメかと言われたら、正直わからないが答えなんですよ。いや、わからないってどっちやねんって思うかもしれないんですが、一応論争を見てみたら、これ全成分を見ると、アゼライン酸、水酸化ナトリウムっていうものが書いてあって、アゼライン酸と水酸化ナトリウムっていうものが中和して、アゼライン酸ナトリウムとしてこの中には入っているんであって、アゼライン酸とアゼライン酸ナトリウムっていうものは違うものだから効能はないっていうふうにおっしゃっている人たちが大半でした。確かにアゼライン酸っていうものとアゼライン酸ナトリウムっていうのは違うものではあります。そのアゼライン酸とアゼライン酸ナトリウムというもの自体が違うものだからといって、アゼライン酸ナトリウムが 100% アゼライン酸としての効果を発揮しないかっていうと、それはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思うんですね。一応調べてみたわけ、こうアゼライン酸ナトリウムとしての効能は正直出てはなかった。アゼライン酸とは似た性質は持ってる可能性はありますけれども、じゃあアゼライン酸と同じようにその皮脂の分泌を抑制するとかニキビ治療に使われるほどのものがあるかって言われたら、正直ないと思う。 100% 意味がないかって言われると、正直私も何とも言えない。実験したデータがないから。別に私このアヌアさんと全く関係もないし、お話も聞いたことないんですけれども、いろいろ検索してみたら、聞いたっていう人もいるのよ。聞いたっていう人たちが桜かもしれないから、その人たちが全員本当のこと言ってるという前提で今お話をしてます。わかんないでも最近は、もう PR だったら PR ってつけておいてって思うんですけどそうじゃないと信じて話をすると、一応聞いてる人もいるわけじゃないですか、全く意味がないものはないんじゃないかなと思いますし、あと問題提起をされていた方の動画をちゃんと見てみたら、全くないわけではないと思いますよっていう。ただこれに 15% って書くのはいかがなものかっていうことの問題提起なのかなと私は受け止めたので、それは私も 100% 同意ですね。全く溶けてないっていうことはないと思うの。アゼライン酸と水酸化ナトリウムっていうふうに書いてあるから、アゼライン酸ナトリウムとして入れてるんじゃなくて、ここの中でアゼライン酸ナトリウムになるとしたら、お水に全く溶けないわけじゃないわけよ。溶けづらいから、ちょっとは溶けてると思うよ。数パーセントだから 15% は絶絶対純アズライン酸としては入ってないと思うけど、こればっかりはもう分かんない。どれぐらい水酸化ナトリウム入れてるのかとかアゼライン酸ね、分かんないから何とも言えないけど、全部が全部アゼライン酸ナトリウムになってるかどうかも分かんないから、これは憶測でしかないんじゃない？あともう一つ、じゃあ化粧品として立ち戻った時に、アゼライン酸を使う人っていうのは、基本的に皮脂が多い人だよね。だからニキビが気になるとか、毛穴が気になる人じゃないですか。私もそれは使っててすごい思うんだけれども、クリームじゃなければいいのになって思う時あるの。自分は皮脂テカだから。やっぱりもちろん、ニキビになりにくいね、油分とかを使ってるけれども、テカテカするのも嫌だし、ベタベタするのが嫌なわけ。本当に皮脂が全部気になってる10代とか20代の人が、これ全部顔に塗った時に、テカテカしちゃうと思うんだよね。テクスチャーって化粧品にはとても大事なことだと思うわけ。ロートさんはあくまでもこれはちょっとスキンケアだけれども、ちょっと医療寄りのスキンケア。だからテクスチャーというよりも、その純アゼライン酸をどれだけちゃんと溶かして肌に届けるかだと思うんですけれども、アノアさんとかこの水みたいじゃん。だからこれが本当にスッと浸透もするだろうし、化粧品としてシャバシャバ使えるだろうから、そうなった時には皮脂が多い人っていうのはありがたいと思うわけ。ベースの機材によってニキビができたりとかできなかったりっていうのもあるから、化粧品としてテクスチャーを取るためにその中和をさせるっていうことを選んだったとしたら、それはそれで化粧品のテクスチャーを取るっていう意味ではね、はありだと思うわけよ。だから私は誤解させるような表記は悪いって思うけれども、化粧水としてのパシャパシャっていうものを求めてる人にとっては、どっちがいいかって言われたらパシャパシャを取る時もあると思うわけ。だけれども、じゃあアゼライン酸としての本当の効能を取りたいってなった時には、どれぐらいの皮脂を抑えたいかにもよるわけよ。高濃度であればあるほどいいかって言われたら、その人に適正なさ、アゼライン酸のさ、みたいのがあるわけじゃん。そう、ひてが具合の人もいるから、15% はないとは思う。アゼライン酸として純粋には。数%はいて、それが効いて、それがみずみずしい使い心地で使えるんだったら、それはそれでいいから、ダメっていうのもわかるよ。どこをスタンスとして見るかで、ダメかどうかっていうのが決まるのかなって正直思う。どっちがいいかっていうのは自分が使ってみてどうかっていうことだし、化粧品であって医薬品ではないから、皮脂テカさんにはすごく向いてる成分ではある。だけれどもパシャパシャした使い心地がいいのか、クリーム上でもアゼライン酸としての効能効果を高めたいのか、その人がどういうそのライフスタイルを送ってるかとか、この後にすぐお化粧をね塗りたいかとか、他のスキンケアとの相性みたいのもあるから、一回こっちを使ってみて、皮脂とか毛穴がそんなにだったらじゃあこっちに行くっていうやり方もあるから、もやもやするかなとは思います。そういう言い切りで、もう全部ダメみたいなのは違うと、こっちの方がいい人もいるかもしれないし、だからすごい迷ったの。怖いじゃん最近の、私は本当にどっちも別に好きとか嫌いとかじゃなく、フラットな感じで言うと本当にそういう感じかな。一言言うとみんな期待しすぎじゃない？なるほど。化粧品ってやっぱり治療薬ではないので、薬ではないから、効果っていうのは成分としては認められていたとしても、それにいろんなものを組み合わせて使っていくものだから、自分がテクスチャーとして好きじゃないとか、そういったところも鑑みての化粧品だと思うわけ。なるほど、成分だけじゃなくて。そう、成分だけじゃなくて。だからやっぱり成分だけで解説する人のことは見ちゃダメよ。組み合わせだし、テクスチャーもすごく大事だけれども、惑わせるようなこのパーセンテージの記述もいかがなものかと思うから、本当にこれが 15% 入ってるかって言われたら分かんないし、アゼライン酸ナトリウムっていうのはアゼライン酸とは確かに違うけれども、アゼライン酸の効能が 100% ないかっていうのも、それも言い切りだなと思う。だから出せばいいんじゃない？アノアさんが。アゼライン酸ナトリウムっていうのはこういうもんだみたいな、そういうのを出してくれたら一番すっきりするんじゃない？なるほど。ちなみにあれなんですか、その人の肌的にクリームはちょっと浸透しづらくて、とかいう違いは人の肌ではない？ないと思う。ないと思う。まあ正直肌っていうのは油があるから、油の方が浸透しやすいわけ。だから浸透しやすい具合で言っても、多分クリームの方が浸透しやすいと思うよ。のはあるんです。純アゼライン酸として入ってるっていうところもあるし、あとクリームっていうもので浸透するっていうことを考えてるっていうところもあるけれども、お水系のパシャパシャしたものが全く入らないかって言われたらそういうわけでもないから、どれぐらい皮脂で悩んでるかとか、どれぐらい毛穴で悩んでるかにもよるのかなと思うので、自分がどっちとして使いたいかっていう、人によって好き嫌いが多分分かれる成分なんじゃないかなっていうのは思います。どう？これでスッキリした？なんかスッキリはしないよね。入ってないですみたいなのが先行しすぎちゃったせいだと思います。スッキリしないのは。そういうわけじゃないじゃないですか。わかんない。正直データがないからわからない。けれども、なんか喧嘩しないでこれはダメとか言い切った方がさ、バズるんだよね。まあそれは見ますね。いやだからどうする、私もさ、じゃあダメとか言った方がバズるかな。ぶっちゃけ好きなものを使ってもいいかなと思うし、一番の正解は自分がこれ使ってて心地いいなとか、使っててなんとなく毛穴が人だなっていうのが当たりだと思うので、今使ってるアゼラニンさんが意味がないんじゃないかって決めるのはあなたのお肌です。人が動画で何と言っていようが、どんな解説をしていようが、私がいいと思ってるんだったらそれを使い続けた方がいいし、逆で人がいいよって言ってても、なんか赤くなるとか、なんかベタベタしたら嫌だとか、どうなんだろうと思ったらそれはあなたに合わないものだから、自分のお肌の主治医は自分ですから、自分で決めましょうっていうことですかね。はい、ということで今日はのぶりくんの疑問に答えてみましたが、皆さんも何か疑問があったりとかしたらコメント欄に書いていただいて、私なりの個人的な意見であって絶対ではないのかもしれないので、その辺はまあ鑑みていただければと思います。ということで今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。